こんにちは、おさんこです。今日もはぎれ使って作っていきたいと思います。シンプルな作りが特徴だよ。こちらは表布と裏布で、こちらが紐、今回の主役です。袋を作っていきたいと思います。紐は4センチ幅のだいたい40センチです。3本用意するんですが、1本だけ長くしてください。バイアステープが余っていればバイアステープでも OK です。袋の表布はこちらの白い方です。端ちょっと縫い合わせてるの分かりますか？はぎれロールの余りを使いました。長さは60センチです。横幅は25センチになります。まずはパーツの紐作りから。紐は4センチを半分に折って、こんな感じ。アイロンで跡をつけていきます。後で編んでしまうので、まあずれていてもあまり気になりません。端の部分を縫っていきますが、今回アクセントで色糸使います。縫わなくても編んでしまうのでいいといえばいいのですが、一応縫っています。長いもの1本、この長いので両サイドを結んで束ねていきます。長いの作らないで、こう糸とかで3つをぐるぐるぐるっと縛っちゃっても何でも大丈夫です。端っこはこのままでもいいし、まあ今回は後でジグザグミシンかけちゃいます。とにかくこれルーズに作っても割と可愛く仕上がるんです。三つ編みはキュキュッときつめに編む方が可愛いかなと思います。重しを使って編んだのですが、まあ重しなくて全然普通に編めます。長いので束ねます。ギュッと結んで、ここの端にジグザグミシンをかけて一応ほつれ止めしておきます。色糸がいいアクセントになります。ボンドなどを塗ってほつれ止めしても大丈夫です。袋に紐を縫い付けたいと思います。一番最初に紐を表布に縫い付けるのがポイントです。上から5センチのところに紐を縫い付けていきます。紐の中心と布の中心を合わせます。縫い留めるときはジグザグミシンがおすすめ。何往復かしました。このジグザグミシンが結構こうアクセントになって可愛いんです。普通に縫い留めても構いません。ここの紐を縫い留めた側が袋の後ろ側になります。表布と裏布を中表に重ねて袋に仕立てていきます。袋口になる部分を縫い代1センチで縫い合わせます。縫えたら表布は表布、裏布は裏布と布の向きを変えます。サイドを縫っていくのですが、紐を一緒に縫ってしまわないようにまとめておきます。で、布の中心と中心を合わせます。縫い代は裏布側に倒しておきます。裏布に返し口を作ってサイドを縫い代1センチで縫っていくんですが、表布にまちを作りたいので、そこから2センチずつ折り込んで折っておきます。中心から2センチずつ4センチのまちが出来上がります。裏布は後で普通にまちを作るのでこのままです。サイドを縫い代1センチで縫っていきます。縫えたら縫い代を開いておきます。
表に返す前に裏布側にもまちを作ります。底の中心とサイドの縫い目を合わせて4センチのまちを作ります。縫えたら底に倒しておきます。小さいのでね、切り落とさないで折っておけばいいかなと思います。ここで表に返します。返し口を縫い閉じます。私はミシンで縫い閉じちゃいます。今回はここもジグザグミシンで縫い閉じてみました。アクセントになってちょっと可愛い感じします。下糸はね、変えるの面倒なので白なんです。袋口も縫い押さえていきます。出来上がりました。ほら、袋口曲がってます。どっかいつも失敗しちゃいます。中はこんな感じ。紐がちょっと縫い留めてある感じでついています。まちの部分は三角まち、ちょっとアクセントになりますよね。中を覗いてみるとジグザグミシンのところ見えます。袋を閉じるときはこの紐をキュッと結ぶだけです。巾着というよりタナの袋を紐で縛るっていう感じですね。紐がタランと長くても可愛いです。後ろの部分の紐は3センチないし4センチぐらいの位置がいいと思います。ひらひらが多すぎてもちょっと使いにくいかなと思うので、これぐらいがいいかなと思っています。今回の紐40センチになっているんですが、もっと長めでタランと垂れてる感じがいいなと思う方は長くしてみてください。今回の紐の長さ、表で1回結べて裏でも1回結べる、それくらいの長さになっています。ちょっとプレゼントなどを入れて人にこのまま入ってあげるのにも可愛いですよね。ラッピング袋として作るときは裏地なしで作ってもいいかもしれません。こちらの黄色は裏地なし仕上げです。紐もかなり長めにしてみました。紐の長いのは長いのでビロンってして可愛いと思います。蝶々結びに結んでみると紐が太めなので、いわゆる蝶々結びっていう感じにはあまりなりません。私的にはもう1回2回ギュギュッと縛る感じでも十分可愛いかなと思います。そうそう、黄色のまちは折り込みまちにしてみました。三つ編み編むの楽しいので皆さんもぜひ一度作ってみてください。